はい、こんにちは、コムさんです。フェラーリ 312T4 続きやっていきます。前回は、セミグロスブラックと、フラットアルミかと、エンジンのね、あれはフラットアルミにオレンジ、フラットアルミ3にオレンジ1を調合するという、調色して塗るというね、塗料を塗っていきましたが、今回ね、これね、このパーツはね、白、ホワイトにダークイエローやったかな。ダークイエローで、調色した色ということになるんですけど、おそらくこれもあれなんかな、樹脂系のね、色表現ということになるのかな。ちょっと白っぽい感じで、ちょっと黄色みがかってるみたいな感じの色を表現するんだと思うんですけど、このパーツもね、同じ色なんですね。で、これを塗装するために、まずそれ塗ってからね、ここの部分だけ、こう、筆でうまーくね、エナメル塗料で、塗る手もあったんですけど、コムさん、ここさっきね、前にシャシと一緒にね、色塗装してあるんですね。これを活かしていくために、あと、塗装、塗料の、強度というかな、強度の、こともね、考慮に入れて、こうした、こっちしたんですけどね、ラッカー塗料で塗っといて、ね、周りはあれにすると、これと同じ色にするというふうにやろうと思ったんで、これ塗ったんですけどね。で、これをね、マスキングしていくんですけど、これをテープでなかなかこれは無理なんで、ゾルをね、塗っていこうかと思います。これね、朝食皿、金属の方の朝食皿に、ちょっとゾル取っといたんですけど、ちょっと時間経ったんでね、固まってきてるんで、もうちょっと足しときます。フレッシュなところね。ちょびっとしかいらないんですけどね。ちょっと足しときます。こんな感じで。はい。で、これをどうやって塗っていくかっていうことですけども、筆でね、ちょっと筆太いかもわからないですけど、これをね、水をちょっとね、ゾルをね、水でこうちょいちょいと溶いてあげます。あんまりね、シャバシャバに、水ばっかりでシャバシャバにしちゃうと、効果がなくなっちゃうのと、あと、なんだ、乾きにくいですね。なんかこうやって、こっちのやつ、こう取りながらね、濃度をこう調節してやって、あんまりついてると塗りにくいんで、やっぱこうちょっと取ります。で、また先にちょっとちょいちょいとつけてね。はい、それではね、塗っていこうと思います。こんな感じでね。これははみ出しても、切ってめくればいいんで、はみ出すのを心配せずにいけるんですけど、できるだけね、手間を省くためにはみ出さないように、こうね、ちょんちょんと塗料を塗るように。これを塗る、ゾルを塗るね、手間考えたら、塗装、ね、全面塗装してから、この部分をエナメル塗料でね、塗るっていう手はありやったんですけど、さっきも言ったように、その、強度とかね、のか問題をね、考慮して、塗装、ラッカー塗料ということにしたんですけど、こうやって塗っていくんですけどね、ちょっとこう、ダマになりますわね、この角の方にね、固まるんでね、吸い寄せられるんで、こう端っこをね、きっちりこう、押し込んどくね、角に、こっちの端っこにね、こう、ここついてないんでね、こうギュギュッとこう押し込んどく。したらね、こう吸い寄せられてそっち行ってくれるんですよね、角の方にね。で、それで、ついてない、ゾルがついてないというかな、マスキング不足になってるのをね、防ぐという感じです。ちょっとぐらいね、ずれ込んだら、タッチアップもありですけど、できるだけこういうところはね、精密にというかな、見えにくいんでね、別にね、自分さえ良ければ大丈夫なんですけど、そこはね、きれいにしていきましょうかね。ちょっとこう、ちょんちょんとね、こう、置くように塗っていくと。感じでね。目入ってる。テレビやな。
ズームにしても手がズームになるからな。よいしょ。ズームというかアップにしたよね。で、この、あの真ん中のこの丸い部分ね、これも、これはね、接着白になるんで、あの別にあのマスキングどうのこうのはいいんですけど、これももう一緒にね、マスキングしときます。しときくというかね、まあつくんで、ついても気にせずに行くということで。これ、もしかしたらゾルめくる方が難しいかわからないね。ちょっと水つけ。こんな感じで、こう、押さえるように、映ってないね。こうね。毛先をちょんちょんとこの隙間にね、つけていくような感じで。映ってない？あんまり水シャバシャバにしちゃうと乾きにくいのと、あの変なとこ行っちゃうんで、できるだけね、ちょっと粘り気を残しつつこう塗っていくというか置いていく感じ。難しいねこれって。刃先、あの筆の先をね長く持つとやりにくいし、まあまあこんな感じ映ってるかな。で、反対側ね。まあ、ついて、あの、いらないとこについても、あの、削れるんでね。取れるんで。まあ、心配いらないですけど。ほんま、この、ドルは、ドル買いですね。ドル買いっていうのかな、これ。は、あの、切れるんですよね。だからこう全体に縫ってこの部分だけ切ってもいいんですけど、それやるとまたね、気づいたり、あの、手間取ら、あの、かかったりしちゃうんでね、できたら、塗るときにね、しっかりちゃんと塗っといたら、ワン工程ラックかな。もう最悪の場合、切って取ると。拭き取るかね。はじめ、柔らかいうちは水つけて綿棒でささっと拭き取れるんで、乾いてないときはね。はい、これで、できたと思います。こんな感じね。はい、できました。はい、こっち側もね、塗りました。で、筆はね、塗った筆はすぐにね、水でこう、サバサバってやれば取れるんで、洗い取れるんで、洗い取ってください。で、もし取れへんかったら、あの筆ピカか、ね、溶剤で、ツールウォッシュかなんかでね、洗ってもらうと取れると思います。固まっちゃうとね、筆のここで固まっちゃうとなかなか取れなくなるんですよ。あのこびりつくみたいな感じですね。はい、そしたら、これは塗装するということで、あ、そうか、これ後ろ側も塗らなあかんのか。ここね、ここ塗っときますね。ここ、あの、ここがね、あの、何やったかな、どの色やったかな、フラットアルミと、何でしたっけ、フラットアルミと、フラットアルミとね、オレンジで、オレンジね、フラットアルミとオレンジのやつですね、ここなので、一応マスキングしときます。テープでもええかな、テープ巻いた方が早いかもしれんね、こっちは。ダラーンとなるかな。そうしようか、テープにします。はい、それではね、ここマスキングしていきます。テープでね、こう巻いていくんですけど、だいたい長さね、抜いて切って、で、まあ、足らんかったらまたね、足すという感じでいいと思います。こうして、さっきちょっとアップにしすぎてね、映らなかったんで、手でね、映らなかったんで、今度はもう透明にしました。こんな感じでね、くるっと、ちょっとピント合わないように近づくと、こんな感じね。ここまでいかなあかんのかな。
人はこんな場合はズームにする。こうね、この辺か、こんな感じね。で、ここちょっとこう折り曲げときます。こうやってね、結局アップにしましたね、カメラ何が面白い、あのやっぱりね、ちょっとまだ慣れてないですよね、このカメラにね、位置的にもね、微妙な感じするしね。慣れた頃にはね、また違うやつになるっていうか、スマホなんでね、スマホの寿命が来るんですよね。バッテリーがあかんようになったりとかね。慣れた頃にはね。はい、2個目ね。で、3個目。3個目いこうか。どっちからでも一緒やねんけどね。こうの方が巻きやすい。で、このぐらいで切って、こうぐっとね、巻く。まあ、ピンセットでもいいですしね、爪楊枝でこの、あの端っこね、きっちりこう押さえとくね、邪魔されないように。で、こう曲げとこうか。別に曲げとかんでも、こうかからないように注意したらいけると思うんですけど、ちょっと曲げとくことによってね、かかりにくくなるので。この時ね、ただここ、こう曲げた時にここにあの圧力かかって、これペチャッと、口出るやつがね、剥がれてくるから、浮いてくるからね。もう一回しっかり押さえて見ときましょう。まあ、コムさんマスキング大好きなんでね。あ、大好きっていうこともないけど、マスキングするの好きやからね。うん。こうやってね、ぐるっと巻いて、ちょっと下すぎるかな。で、ここね、めくれてくるんでね、このつなぎ目のところ。中入り込んだね、今切り口のところ。で、意外と簡単でしょ、こういうところってね。ここだけちょっと形状違うんですよね、他と。うん、若干ね、若干ですけどね。力でもいい。どっちからでもいいんですけどね、どっち巻きでもいいんですけど、巻きやすい方でね。よいしょ。長いけどこのまま行っておきます。くるっと、よいしょ、はい、着いた。はい、こんな感じね、マスキングできました。こっちもね、これゾル塗ってるんでね、こんな感じね、いい感じですよね、これ緑の色はい、はい、次の工程としてね、このパーツ、各パーツのね、合わせ目消しをしていこうかなと思います。まずは、ブレーキエアダクトということでね、これなんですけど、塗り分けがありまして、ガンメタとフラットアルミがあるんですね。ここガンメタね、ここガンメタで、ここがフラットアルミなんですよ。この下の部分がね、こことね、これはまたあのマスキングなり、ね、手でハケで塗るなりね、筆でね、塗るなりしてね、合わせていこうかと思います。とりあえずね、ここの合わせ目消しね、こことここのね、合わせ目消しをしていかなかったので、接着ね、していきます。で、これが、もう一個これがね、今一緒にやっていくのが、
リアのアップライトと、オイルタンクやったんだな。オイルタンク、ね。そうやね。オイルタンク。今ここに出てるのこれオイルタンクね。まずつけていきます。で、リアのね、アップライトのパーツは、なんか中にね、ちょっといろいろ仕込むもんがあるんで、ちょっとその辺ね、また後で準備してからね、やります。今とりあえずここでね、ちょっとつけて、しっかりつけていきます。えがまないようにね。まあ、多少えがんでも、ちょっとぐらいは削ってなんとか合わせ込んだら合うとは思うんですけど、もともとちょっとしたズレはあると思うんでね、はい、できるだけ歪んでないようにね、つけていきます。ここもちょっと上がったかな、ここね、この口の部分ね、歪んでないようにしとかんと、これ一回これでね固まっちゃうと、もうそのまま動かないというかな、戻ってくるんですよね、何歩動かしてもね。なのでこう、そのちょっと歪んだ場合はね、こうボンド接着剤ね、ちょっとつけて柔らかくしておいて動かすと来てくれると。でダボでね、あの位置決まってるんで、ここがね、もしね元からちょっとずれてたらもうね来ないですね。ひねるんでね、その場合はもう削って合わせ込むしかないということですよね。口のとこはね、弾力いうのがちょっと柔らかいんで、こうゲットできるんで、これでつけておきます。ちょっと今曲がってないですよね。ね、後で曲がってたら直すしかないというね、はい、こんな感じです。ギュッとつけてね、いけたね。いけましたね、歪まずにね。おお、なかなかいい感じだね。さすがだね。同時にこっちもね、流し込んでいこうか。ちょっとこれ入ってないんちゃうかな。で、流し込んでいきます。若干ひねりがあるというかな、若干上側が長いというか、こう合わせ込む。このぐらいは削って合わせ込めるんでね、いいんですけど、あ、凍ったかな？合いましたね。合いました、合いました。はい、この辺は合わせ込んでいきます。こんな感じね、いきました。これで乾くのをちょっとしばらく待って、イージーサンディングでね、よいしょ、これでね、はい、オイルタンクね、つけていきます、今度。簡単やねんけどね、綺麗に仕上げやんと、あのまあカウル開けへんかったら別にね問題ないんやけど、開けるとしたらきっちりしとかんとね、目立つので、ほんまはねこれ中からちょんちょんとやった方がいい、あの本来はですよ、あの接着したのところを綺麗にいくと思うんやけど、あのどの道ね、あの合わせ目消しして削るんで、もうこっちからちょんちょんとやっていきます。ちょんちょんとね、ここ合わせて、こういうところがね、歪んでたらね、あの穴がね、歪んでたら合わないとかね、入らないとかなるんで、つら合わせて、多少のね、あのユーズは効くんですよ。ピッチパチやねんけど、ちょっとだけは動けるんで、これ穴はちょっと開け直さなあかんかわからんね。こことここ合うてるけど穴がちょっとずれてるみたいな感じするんで、わからないですけどね、まだ合わせてみていけたら OK やしね。ちょっと
で、これね、これね、つけていきます。この辺もね、ピチッとつくはずなんで、まあ、タミヤさんの切ってからね、ピチッとつくはずなんで、古いとは言え。ちゃんと回して、全体に塗りますけど、こう押さえてね、ギュッと押さえて、ここがちょっとなんかずれとるんですよね。こっち側が、こっち側はします。太田かな？太田ね。はいはいはい。このぐらいでいけるね。上はね、まあ合わせ目消し線でも、これはもうこれおそらく溶接跡してあるのかな。溶接跡をイメージしてこれ模様つけてあるのかな。多分ね、そんな感じします、これ。うん、なんでまあ、ここはね、別に直さんでもいいかなとは思います。合わせ目消し。ね。ここはね、消さなかったけどね。はい。そしたら、次ね。はい。そしたらね、リアのアップライトの組み立てというか、まだね、ここに後ろと前にね、パーツつくんですけど、ネジ止めの。後で差し込めることを確認できたんで、まずこのね、これの合わせ目消しをせなあかんので、それをまずやっていきます。でここにね、ネジ、ナットを、忍び込ませます。これどっちが上の方がいいのかな？これでいいのかな？向き的にはね、ここかな。で、ではね、つけていこうかな。一つ一つやっていきます。で、ここをちょんちょんとつけて、キュッとつけて、で、ここね、これは合わせ目消しいるのかな。あ、いるね、いるんやな。溶接跡みたいな感じであれするんやったらね、またちょっと話変わってくるもんね。ほんま、実写の方やったら溶接跡なのかもしれないですね。やめないようにね。もう一回ちょっとつけて。こういう形状なんやね。うん。なんかこう、ここがあまりにちょっと幅が大きいんで、溝のね、合わせ目の溝の。大きいのでね。はい。キュッキュッとしたのか。そしたらもう一個の方ね。もう片方ね。で、こうして、こうね、下から合わせていこうかな。
これまたね、あの、イージーサンディングつけて合わせ抜けすので、ね、またイージーサンディングやっていきたいと思いますけどね。今日はどうなんだろう。かなり時間がやばくなってきてるような気がするんで。はい、イージーサンディングつけるとこまでいけるかどうかっていうところでね。まあ、ダンパーユニットのやつね、あの、塗装の時に出てきましたけどね、これももう、ここの部分ね、これは合わせ目消しして、あの、塗装したということで、やりましたね。こうやっております。で、もう一個あったよね、あ、これか。これ、今度フロントのアップライトね。これは、どうなんだろうか。ネジして止めて、後で接着か。でこれもつけても大丈夫だね。これとこれとやね。これがダボとダボのないやつが合うということなんで、穴の方ね、穴とね、こうね、何見てんでしょうか。うまく説明しようとして失敗するみたいなね。ちょっと早朝なのでね、声もちょっとトーン低めで。ちっちゃい小声でボソボソってやってますけどね。つってる。それと、あの、説明失敗するのとは無関係なんですね。はい、無関係です。皆さんが説明下手なだけと。いうことで。よいしょ。はい。これ若干ずれとるね。あ、なんかこれとこれがあるかな。合わせ目が。あ、でもこれこっちダボやからね。やっぱこうしかないもんね。これはけど合わせ込むか。ちょっとずれてるね。合うのかな。ああ、合うたかな。このね、溝の中に接着剤入ってくれたらね、あの、だいぶ塞がるんで、で、ギュッと押さえて、こっちドンピシャですよ。もう全然ね、あの、あ、ずれてるとかね、ないです。もうドンピシャ来ました、これ。はい。ドンピシャ来ました。ギュッとね、一回目が来ました。これで合わせ目消しということで。あと、このパーツが何やったかな。これも、ね、おそらく合わせ目消ししとかなあかんやろうと思うんやけどな。これは何やろ、なんか入らへんのかな、中に。あ、いけそうやね。ちょっと確認しましょうかね。はい、確認できました。これフロントのね、ウィングとノーズのね、接続パーツですね。はい、後でね、合わせ目だけ消しとけば後で付けられるということですので、合わせ目消していきますよ。ちょっとね、しっかり付けた。これも歪んでたらね、合わないと思うんでね、こんなんは先付けたいかな先つけときたいんやけど、いや、しょうがないね。ズレがないようにしっかりつけときましょう。だいぶ小声ですよね。聞こえにくいかもしれないですけど、ごめんなさいね。早朝なんですよ。今日は朝からね、ちょっと
いろいろね、コムさんも興奮することがありまして、いい意味でですよ。いいことがありましてね。はい、あ、これこんな感じね。合わせ目消しします。はい、ということで、これでまあ、合わせ目消しのパーツは終わったんですけど、まだラジエーターあるんですよね。ラジエーター組んでいきます。これもイージーサンディングはつけてね、合わせ目消し、ね、やっとこうかな、ということで。はい。この作業を省こうか。そうか、次回またね、やっていくか。こっちがします。今日はもうラジエーター組んで、あ、塗装まで行こう思ってたんですけどね。ちょっと無理っぽくなってきたな。この組み立てが結構かかるね。かかる。こういうのね、パスッと、まあ、ね、編集すりゃええやんかっていうね、声も聞こえてきそうですけど。ね、できたら、ね。だいぶ、動画にせずにね、だいぶと、あれ、進めてるやつもあるんでね、ギアボックスいうんかな、トランスミッション、ミッションボックスか。ギアボックスね。もう、組み立てたんで、あれ4つか5つのパーツに分かれてるんですけどね。エンジンはね、動画でこれやりましたけど、これね、いい感じの色になりましたね、なかなかね。はい、これは4つか5つのパーツになってるんです。まだ細かいパーツつくんですけど、はい、ここまでの分は色塗る、ね、塗装する都合上もう組んじゃいましたんで、これはこう向きこうでいいのかな、逆か、逆とかあんのか、あるね、こうね、よいしょ、これもこれはここ合わせ目消しになるのかな、それともカバーつくのかな、これよいしょ、つけてギュッとして、歪んでないようにこっちもちゃんとしてほんま塗装していこうと思ってたんですけどね、合わせ目消しせなあかんっていうね。はい、これはこんな感じで、ラジエーターの工程ちょっと見てみますね。あ、これか。こっちのやつに、これは挟み込まんかでもよかったかな。今ちょっと慌てましたね。はってなってましたね。あ、いけましたね。後付けで OK やったね。ちょっと歪む？ちょっとずれてるのかな？ああ、いけた。これも完全に固まってたら動かないですもんね。いけました。うまく入ったな。バッチリ。ラジエーター組み立ててますけどね、これは合わせ目消しいらないみたいですね。このカバーつくんで。キュッと押さえとこう。こういうのがね、しっかりついてないと、ね、ずれるんで。これか。これがどっち側なんだ、してなさそうやな。なんかあれやねんけどな。これ干渉するぞ。どうしたんだこれは。こっち出さなかな。位置的にここやねんけどな。あ、これ逆向いてるね。これ逆向きでした。こうの、こっちやな。こうやな。ここやな。こうです、こう。
逆向きでした。セーフ固まってた終わりやったね。これ細いパーツなんでね、多分剥がすの大変やったもんね。カッターでこじこじしながら開けやなあかんっていうね。よし、これで OK やな。で、ここね、これつけていく。これで入るね。入りましたね。何かがあったら、ああ、入ったね。うまく合いますね。でもビシャって入って、なんか、形も不自然じゃなくね、こう取り付けましたよじゃなくて、こう、もともとこうね、組まれてたみたいな、ね、違和感なく、ここの付け、ここら辺とかね、ちょっと全然違和感なく、つってます。ね、ピチッとつきますね。はい、そしたらこれか。これも向きはないのかな？ないみたいね。ここら辺はあれなんかな？穴開けてあるのかな？軽量化のためにの、表現なのかな？穴を開けてないですけどね。そうか、へこんでるのだけなのかな？開いてるもんなら穴開けたいですもんね。違うかな。続けてもう一回今度ってやろうか。よし、いけた。はい、ラジエーターできました。こっち側はここは何もないんでね、なんかに合わさるんか、もしくはここだけ合わせ抜けしているのか、どっちかですね。よし、いけた。そしたらこのこれね、この向き間違わないように注意して、どっちやろ、ないね、向きないね、これないわ。こうのこうね、つけていこうか。でこれがこうか。間違う、あ、やっぱ向きあるね。こうですね、これこうで、これここ。これここね。これラジエーター組むのなかなか楽しいな。これなかなか楽しいですよ。これは向きないみたいだな。こうか。はい、着いた。着いたね。着きました。ここ流し込んどこう。で、ちょっと表面乾いてからね、こう。押さえ込む、クッとね、出てないように。で、こっち、ちょっと待ってくださいね、これ裏返そう。よいしょ、まだ接着してないんでね。こうやな、こうの方がいいな。形状的にやっぱりさっきの方が正解か。なんかちょっとだけ違うんですよ、こっちにね。今なんでかって言ったらね、これに干渉して違和感あったんで、おやおやって感じで今思ったんですけど、ここね、ちょっと形状違うんですよ。うん、裏と表でね。あ、これで入ったもんね、これやっぱり。あー、違うんだ。ね、ちょーんとね、つけて、ギュッと、ギュッとつけて、こっちもね、あんまりちょんちょんやったら、ラジエーターのね、この網の方、網目の方にね、接着剤流れていっちゃうんで、まあ、乾いたらね、なくなっちゃう、なくなるいうかな、薄くなるんで。問題ないとは思うんですけど、あんまりね、塞がったらね、せっかくのモールドがね、なんで、
はい、こんな感じでね、ラジエーターできました。はい、というわけでね、今回この辺でね、終わっとこうかと思います。合わせ目消しね、綺麗に できたらね、よかったんですけどね、ちょっと時間足りませんでした。はい、こんな感じ。マスキングもしたんでね、この辺は、ね、作業結構できたんじゃないかなと思っておりますのでね。まあ、この辺的には満足なんですけどね、動画的にはね、やっぱりちょっともうちょっと進んだら、ね、いいかったんかなっていうのはありますけども、まあ、ぼちぼちね、やっていきます。まだまだね、かかるんで。はい。ということで、今日はこれで終わっておきたいと思います。大変長い間ご視聴ありがとうございました。コムさんのね、チャンネル登録の方もね、どしどしよろしくお願いします。動画の方もね、もちろん中身ね、できる限りね、コムさんのできる限り範囲で、頑張ってね、面白く作りたいなと思っているので、はい、それではね、終わっておきます。フェラーリ 312T4 でした。お送りしたのはコムさんでした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。